の感謝で無茶ぶりセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。さて本日もやってまいりました、本日はですね、キコーナ平塚店さんにて収録でございます。前回の無茶ぶりも、まあでも無茶ぶり結果的にプラスになったのですごい楽しみだかなと、思います。で、前回あれから日暮らし結構打ってて、だいぶビタも完璧にできるようになってきてるんで、今日も打っちゃってもいいぐらいかなと思ってますけど、まあどういう無茶ぶりが来るのか分かりませんので、とりあえずサイコロの方回していきましょうか。お願いします。はい、あ、なるほど。出た目の数 ×1 万円が軍資金。あ、なるほど、サイコロを振って ×1 万円軍資金で、それを超えた投資でマイナス収支になると、トータルの収支からマイナス5000枚。なんで5000枚なんでマイナス5000枚。あ、でもコメントいただいたんですね、ありがとうございます。え、でもちょっと待って、この方コメントにマイナス5000枚は書いてないですよ。何ですかこれ、盛り上げよう。はい、しかも結構プラスになってますよね。マイナス5000枚したらもう重きしマイナスになるじゃないですか。うん、とりあえず大丈夫。うん、なるほど。まあ言うて、じゃあ6出て6万投資で5万8000円入れました。いやー危なかった、マイナスだけどってなるのはちょっと嫌ですよね軍資金は余裕がある方がそりゃいいに越したことはないんで、もう振りましょう。わかりました。ではでは、やっぱ6かな、6でしょうね、ときついいきます。いや、あ、6、あ、これいいよ、その、あ、ちょっと待って、あ、う、あ、やだか。6号機ならそんなに使わないで済むかもしれないですけど、結構低いとこ引いちゃいましたね。まあ、今日はじゃあ2万円をまず超えないような、立ち回りと、そして最終的にはプラス収支目指して頑張りたいと思います。失礼します。そっか、2万か、2万円だ。割と2万超えてくると厳しくなってくるのが最近の代ですからね。でもこういう時に最初にボーナスタイプとかで先に出玉を作ってからっていうやり方をやろうとすると痛い目見えるんで、それはやめます。パンチョー3のストロングスタイルいきたいな、さすがに。パンチョーきますか、朝一台2万いけるかな、どうしよう番長にします。とりあえず角から行こう。とりあえず2万円を出しましたけど、本当最初の1万円以内でもいいんじゃないかな、当てれるんじゃないかなっていうぐらい今日は勝てそうな気がしています。さあ番長3、ちなみに昨日も一瞬打ったんですけど、番長3散髪80枚でした。それだけでした、本当に。しかも朝一台5台ぐらい触ったんですよ。それがあるから今日はでもなんかやれそうな気がする。だいたい番長で事故らせるときって、まあ投資5000円以内。これももうでも最初の模倣でも勝負決まっちゃったら全然あれですね、無茶ぶりも何もないですよ。絶対そうならないっていう顔をして聞かないでくださいね応援してくださいよベルの引きが異常に悪い、マジで。
どうしよう。あ、キャー、キャー、はい、キャー。これは、これで行こうかな。あ、7ではなかったですけど。8、対決カウント8でした。とりあえず、一発目、いきます。ノリオ、バドミントン。はい。違う。MB かと思った。え、違うよね。お、お、ベトーだったよ。いや、からの、からの、あ、でも待って、今、ジャッジのとこだから、あれ、カオル先生流れてきた？あ、あるよね。もう勝ってるまであるぞ。カオル先生です。そろそろ、まだなんか長くないですか。そんなことない。あ、対決か。はい、大丈夫。とりあえずでもなんか引いてこ。はい、 MB もらったな。もうこれは確実にいける。やってしまった。やってしまった。怖い。番長怖い。あ、ショックだ。どうしよう。5000円？もう。チャッピーバドミントンがマジで悔やまれるので、リベンジしてやりたいです。もう何なの投資が。隣の台行きます。もう絶対こうなったら番長で出してやる。はい、2台目打ちます。もう投資が7000円。早いな。なんなら最速かもしれない。 MB 負けで勝ちとか。隣の台行きます。やるなら徹底的に。せっかく除菌済みなのに私が全部汚していく。ごめんなさい。はい、3台目。朝一、まあとりあえず対決に行ってくれたらそれだけでありがたいけど、確定対決いかないかな。ただいま投資8000円です。1万円もうなくなった。これでまさかこんな早いとはな。なんで番長に座ったんだろう私。てか朝だって6号機行けばいいじゃんって言ってましたよね。6号機ならそんなに使わないで済むかもしれないですけど、なんでバーチャル座ってんだろう。記憶ないな。勝てそうな気がしています。なんか悪い力が働いてる。朝一対決まだですよね。まだです。行くのかな本当に。これ攻めていいの。
ないよね、特訓なんて。何も言ってないけど、何も言ってないけど、もう隣でいいんですか。いや、あと1台だけいいかな。下手やな。よいしょ。はい、もういい加減一つの台に決めたいです。4台目あるね。チェリーか普通に対決カウンターか。でチェリーを引く。もうなんか先のメンコかノリオのバドミントンかって感じですね。割れました対決カウンター。よしよしよし、はい、ノリオバドミントンです。ああ、お願いします。シャーやーやー、なんでよ。ああ、今 MV 引く。でもこんだけ対決をこのね短時間でやって勝てない、対決に勝てないっていう。番長を打つべきではないのかもしれないですね。1万6000円使って気づきました。どうしようかな。でももう4000とちょっとしかないんですよね。これもボーナスタイプに行くしかない。一番いけない、一番ダメな立ち回り。うまくいかなそうだ。私が最も苦手とする立ち回りですな。でもせっかくだから、せっかくってなんだよって感じだけど、せっかくだからあと2台打ちます。朝1台行っちゃうか、行っちゃうか、行っちゃいましょう。よし、いけませんで、はい、6台目です。でもちゃんと対決には行ってるんですよ。だから間違ってはいない、やり方は。ただ対決中に引けない私が間違ってる。なんだなんか3、あ、チェリーか。特訓から、うん、こっちだった。ちゃんとね、行くんですよ、対決カウンターから。勝たないと、もう。あ、1個も落ちてきてない。予告ないですね。お、まあまあまあ悪くない、さっきのバドミントン。よいしょ、勝てるかな。そうだよね、何も引いてないですもんね。もう番長3がなくなりました。朝1台が6台全部打って対決も行って全部負けました。残り1000円です。一旦、まあもちろんプラスにすればいいとしても、一旦ちょっと2万円以内であがいていいですか。ちょっとこれを持ってボーナスタイプ系に行きます。
アイムジャグラー EX です。1000円ペガチャレンジですね。よし、行きます。ここ回ってこれるはずなんで、これでワンピック。やばい、危な、危ないよ。34ゲームです。これなんか光ってないんですよね、キャラクターがいるけど。ピック、はい。ただここで252枚をゲットしたところでまだ全然足りない。でも比較すぐ当たってくれてるし、もう少し頑張ろうかな。アイムザグラ最後までこれではないですけど、ほう、少しほっとしちゃう。出玉があるとサクッともう一回ペガラしましょう。ゾロ目で当てたいですね、せっかくなら。ゾロ目でビッグで曲を流したい。おっつい、あ、しかも見てくださいよ、レインボープレミア、やった。え、しかも待って、ジルチゲーム、え、すごいすごいすごくないですか。え、これレインボーですよね。レインボーですね。あ、よかった。え、すごいんだけど、え、今日ジャグラーの日、私もしかして早くジャグラー朝から打てばよかった。すごい。でもレインボーの時ってどっちみち、あ、どっちみち曲が変わるんですよね。だから、はい、あ、でもやったー、これで500枚ですね、とりあえず半分取り戻しました。あと2回ビッグ当てればいいだけ。あったか、イエイ。まだ光りそう、ガンガン光らせそう。100までかな、とりあえずは。くれそうな気がするんだけどな。超えたか、100。あともうワンビッグという欲が私の手を止めない。迷う。このまま攻めていいものか。せっかく値段まで来たし、別の機種にっていうのもありかと思うんですけど、200まで。うん、201、やめよう。とりあえずジャグラーはまた50枚ぐらいになったら戻ってきます。奇跡が起きるかもしれない。イエーイ、タモハニ、めちゃめちゃ薄いとこ引いた。